石野陽道雑談2019年の調査であるが、還暦を迎えた60歳がの話である。100万円未満の貯蓄の人が4人に1人、恐ろしい数字である。60歳で4人に1人が貯金100万円以下、60歳からはもう貯金が増えることがないと考えてよい。病気者とすると、この100万円以下の貯金は飛んでしまう。2019年の調査であるが、2022年の今も大きな変わりはないと思う。今、いろんな物価が上がっている。こういうふうな物価上昇は、一番打撃を与えるのは、こういう人たちに対してである。これから苦しくなる。これから苦しくなる。これから日常生活が苦しくなる。今まさにそういうふうな時に来た。